ブリーチブリーチの登場人物破面獣人ウルキオラシファーウルキオラシファーは、クボタイト作の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメブリーチに登場する架空の人物。アニメでの声優は、並川大輔。作中で最初に登場した生体の破面。角が生えた仮面の名残を左頭部に被った、送信で真っ白な肌をした黒髪の男。一人称は、俺。 左胸に4の刻印がある。穴が喉元に開いていて、緑の両目の下に垂直に伸びた緑色の線状の仮面紋があるのが特徴。コート状の破面し破装を着ている。霊圧は薄緑色をしている。残白刀を解放していない状態でも、裏腹の紅姫の攻撃を素手で跳ね返す、万次回、許可状態の一守るの攻撃を受けてもほぼ無傷であるなど、 登場初期より高い戦闘力を見せていた。すべての破面の中で唯一、肉体のほとんどを超速再生できる能力を持つ。大巨としての階級は、他の多くの獣人と同じく、作中では明らかにされていないが、室ヶ谷が一守るに大巨の階級説明をした際に、登場した、バストローデキュの大巨のシルエットに酷似している。残忍な性格で表情及び、 感情の起伏が少なく、仲間であっても、ゴミ、クズ、ゲスト呼んで見下す傾向もある。ノイトラに対してはゲスト発言している。藍染めから市守るに関して全て任されたことなどから、藍染めからは、信頼を得ているようで、ウルキオラ自身も藍染めに、標準の姿勢を見せているため、市守るは当初彼を、第十人と見ていた。なお、 戦いの中でも動きをまるで読めないことから一守るに石像書き換えと戦っているかのように思わせていた。またグリム城によれば気に入った敵の体に獲物の印として自分と同じ場所に穴を開ける癖を持っている。一守るの潜在能力に関しては藍染めの脅威には至らず殺す価値なしとしその力の不安定さから自滅もしくは自分たちの仲間にできるとの判断を 下しているが、実際は市守るの力に注目している。織姫の能力の得意性もいち早く見抜いていた。市守るや織姫の言動から、人間の心というものに対し戦望のような感情を抱いている。また力の差を見せつけてもなお挑んでくる市守るに取り乱したような感情をろにしたこともある。アニメのミニコーナー、アランカル大百科では藍染めにも見せていない。 刀剣解放第二階層をシマルに見せられるのを必死に阻止したりとコミカルな一面を覗かせている。破面化の時期は定かではないが、藍染めの反乱から1ヶ月ほど後、藍染めの命によって闇を伴い、イチマモ守の現時点の実力が脅威になるかどうかを調べるために現世に赴いた。イチマモ守を殺す価値なしと判断し、巨剣に帰還した後は、 織姫の能力に目をつけた藍染めの命令で、ルピたちと戦っていた仲間の命を交換条件にし、織姫を藍染めのもとへ連行する。巨みやに乗り込んだ一守を迎え撃ち、許可による攻撃に驚愕するもの,の結果的にはこれを一周するが、独断で織姫を連れ去ったクリム城との対戦中に、半幕の日で平次元へと一時遊兵された。 藍染めの現世信仰の際に帰還後、み宮の守護を任され、再度囚われた織姫を助けに向かったモ守を、破壊すべき敵として認めモ守と一騎打ちを展開、モ守の許可に伴い残白刀を解放しモ守を再起不能の状態に陥らせるが、完全許可したモ守に圧倒され、左腕、下半身、内臓を吹き飛ばされるほどの大打撃を受ける。 最後は理性を取り戻した一守ると決着をつけようとするも先ほどのダメージで配下が始まり最後に織姫と心が通じ合い今まで知ることのできなかった心を知り砕け散った大巨時代は周りの仲間が真っ黒な体だった中で死がに当たる部分はなく腰部から生えている黒い翼と頭髪以外は真っ白な体で頭部も完全に仮面に覆われた姿をしていた 光の差さない穴の底で目覚め、ひたすら歩き続けてたどり着いた。巨剣の石英状の木の森に身を沈め、地がさえ消えてゆくような感覚を幸福と感じていた。基人名は黒翼大魔。薄緑色のこしらえの刀。翼が折りたたまれた川りの翼のような形状をしている。解放の際、黒い液体が舞い上がり、雨のように降り注ぐ。解放すると背中に、 巨大な漆黒の翼が形成され、仮面の名残が四本の角のついた兜のようになり、服も兜がコート状のものに変わる。仮面門もより大きくなる。巨だった頃に近い容姿になる。翼を使っての防御や、冷圧で形成した光の槍、フルゴールを用いて戦う。解放後は、満次回、許可状態の位置守るを遥かに凌駕するスピードと、戦闘力を得る。それまで、 そこそこ対等に戦っていた一マモルが防御するだけで精一杯な状況になるほど。なお、ムルシエラ語はスペイン語で、川掘りの意。解護は、サセ黒翼大魔獣人で唯一ウルキオーラのみが可能としている二段階目の刀剣解放。第二回掃除は尻尾を生やし、長い二本角、鋭い獅子の爪、黒い体毛に覆われた両腕と下半身など、 悪魔そのものを思わせる姿に変貌する。巨だった頃の姿とも全く違う容姿になる。また、巨火事の一守るのごとく眼球が黒みがある、深緑色、瞳が黄色になり、喉元の穴が大きくなって胸に移動している。仮面門は黒くなり、さらに複雑な形状に変化している。通常の刀剣解放時よりも強さは格段に上回り、 防御さえさせてもらえないほどスピードと攻撃力が高くなる。霊圧も通常の霊圧とは異質だと思わせるほどの重く強力なものへと変化する。藍染めにもこの第二階層時の姿は見せていない。黒い地体のシンボル、日本角の頭部、白い肌などは改造拠、ホワイトやそれが取り込まれた完全許可時の位置守るに類似している。能力は鬼人形態と そこまで変わらず、単純に強化させたものである。ありがとうございます。